おっそら勇者、今回はちょっと重要な発表があるんだお。で、まあ、いきなりなんだが、ヨウツベとニコニコの違いを。ヨウツベは、投稿容量とか、あと投稿時間。まあ、投稿時間は一応11時間だっけ？まあ、無限みたいなもんだよね。しかも無料。ニコニコは、約500円ぐらい払ってるのに、100メガバイト。100メガバイトの、なんだ、幅でしか取れなくて、なおかつ、容量が、自分の投稿できる容量が、8ギガバイトプラス、1ヶ月ごとに1ギガバイト、なんだお。こういうことになってるから、もう、いつもの8分15秒ぐらいの100メガバイトぴったりの動画1本すら、ニコニコ動画には上げられない状態になってるんだお。で、まあ今月はもう無理として、来月からニコニコはどうやって投稿していこうかなと思って、この動画を作ったんだお。提案1は、まあ下げれるやつは思いっきり画質を下げて、容量5分の1ぐらいになるから、それで余った容量で、何個か普通の画質で動画投稿すれば、まあ普段通りダラダラと毎日ウップできるんだろうね。提案には、月に約10個ぐらいの厳選した動画を紹介していくパーティー。まあ、オラがおすすめするやつはいつも伸びが悪いんだけどね。なんか適当にウェイウェイってやってるやつの方が伸びるっていう。どうなってるんだ。宣伝ポイントとか使って宣伝している方はあんま伸びないっていうのに。というかあれだよね。一生懸命練習して、電車とかバスの中でニヤニヤしながらネタを考えて、労力が報われないもんなんだよね。人形劇の方全然伸びないよね。プリチケは大人の味がするよね。提案さんが、特にニコニコだとやたらエロいエロいって言われるから、思い切って、静画的なやつで主に声だけで女子をキュン死にさせる、ニコニコが生んだ新たな殺人鬼的なやつになるってのも、あれといえばあれだよね。提案4は、まあ、できるかどうかはよくわかんないんだけど、過去動画を消したり、副ワードを作ればなんか、うまいことできそうな気もするんだけど、まあ、正規ルートじゃない感じだよね。で、まあ、ずるいからそういうのはやめて、とりあえず、グラブル。おー、ドラゴンボールヒーローズだけに勝負の味がするお。提案後は、とりあえずスマホを斜め45度で叩いて容量が増えないか試してみる。まあ、ダメならとりあえずグラブル。提案6。リオ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 頑張れよで、グラブル。グラブルって、どこからどこまでをグラブルって言うんだ？ベイブレードは硬くて美味しくないね。一体、どうすればいいんだを。悩むを。つらた。一応、この前ゲットした最後の、動画的には最後のプリチケ。あれをパキって、アイドル人生最後のあのプリチケをパキって、ガルルの肥やしにしようかと思うを。キラッキラのアイドルを夢見て、挫折していった子たちの四面体が集まり、ガルルになる。まあ、要はガルルっていうのは、ドラゴンボールで言うとこの邪念場的な存在なんだを。ちょっと違うか。まあいい。最後の。とりあえず、名目上最後の。パキリだを。行くを。